おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷佳奈です。えー、というわけで、今週は西成勝弘さん、これ有名な、あの、博士でございますが、はい、その方の、著作を、ちょっとまな板の上に置いております。はい、えー、新潮選手書でございますが、誤解学。この誤解を学問するというね。は回、い、誤解つっても、あの、生き物ではございませんで、はい、男女の誤解とかっていうやつでございますな。はい でこの西成さんそのものは渋滞学あるいは無駄学で尋問の問題を理数へ解く話題書を次々に発表した方であります私自身も誤解について誤解というものについてはすごい興味がありまして、はい、飛びつくように手にした一冊なんで私は誤解にこれほど興味があるのか、はい、そのねある方がおっしゃった一言がやたら胸に染みたんでありますな。はいこう 本を読むじゃんその時にその本がその人の印象に深く残るかどうかの分かれ道なんだけど深く残るためには一回誤解しないとダメだっていうねう,ーんうんその本を読みながらこの本はもしかしたら著者が俺のためだけに書いた一冊じゃないかってあそういう誤解ですかうううんそういうのない思い込みってことですううん、うん思い込み思い込み幻想はい ないですかかなさんまだそういう本に出会ったことがないですね、はあ、いや俺ぴったりあるからですよね、うん、いやそれはやっぱりもう自分の人生の書だと思ってますよ、はい、柴良太郎龍馬が行くいや<ー>どんなにお笑いになっても結構ですがあれのね立志編を読んでるうちに、うん、ひょっとしたらこの本俺のためだけに縛って人が書いたんじゃないかと思ったんですよね随分早い時期にそういう本に出会ったんですねじゃあね そうだよね。うん、で、その18の夏から、65歳のこの夏まで、ね。で、ちょうど今自分か。<ー>そうそう。18のこの自分ですよ。<ー>この9月の、このあたりで私、その一冊、龍馬が行くを読み出したんですよ。はい、まあ、面白いのなんのね。<ー>だって俺、まともに本読んだの、それが初めてだもん。へー。うん。まあ、だから、その、 なんかごご誤解というものが人間に与える影響力のすごさ、うん、これは正解よりももっと大きいなと思ってまあちょっと話違うかもしれませんけど恋愛も誤解から始まるって言いますもんねそうです、うん、もうあの奥さんに初めて会った時もうなんかもう俺いまだに忘れない細い肩でさ、えー、後ろちょっと向いてるとかわいそうでかわいそうでさ、はい、こんなかわいそうな人がね俺と。 一緒になることで嬉しいんだったらもう何でもしてあげようと思った。はい、今は分かりました。ちっともかわいそうじゃなかった。<laughs> 本当に強い方でした。はい、それが弱そうに見えたんだよな。誤解だった。誤解だったらほん、強い。<laughs> 本当にね、はい。話戻しましょう。<laughs> はい、はい、戻しましょう。はいで 著者はまず、つかみであります。誤解というものの面白さを、こんなエピソードで語っております。中国古典の書、創始。ね。という本がありますね。その、創始の一章に、生死の潜みにならう。の古事あり。というね。こういうのがあるんですな。生死の潜みにならう。これはかつて、生死なる絶世の美女が、からの地、中国にいたそうでございます。で、えー、この絶世の美女。 ただし、ちょっと私と同じ系列で、心臓に病がございまして、先天性の。ええ、で、私はまあちょっと手術で大丈夫でございますが、この美女は、そうやっぱりちょっとね、いい大学病院がなかったもんだから、はい、それでちょっとやっぱり、あの、夕方になると、<laughs> なんつって、咳したりなんかして、そんでその、真の像の苦しさに、ひそかに眉を潜め、思い、息をしたというね、絶世の美女でございますから、 それを、その、街中の女がジェーッとこの生死を見ておりまして、深い眉間にシワを入れる。それが男を、その、なんか、魅了してるんじゃないか。っていう。のシワ。うん。ほ<う>んで、その、そこの街一体の女がみんな夕方になった。<laughs> って言いながら、眉間に深いシワを入れたというね。はい、あうん、美女はそうするもんだと、誤解して。 そういう故事が書いてあるんでございますな。これ面白いエピソードですね。はい。えごめんなさい。全然話がはい本堂に戻しましょう。はい。誤解にはさまざまな種類があります。その一つが聞き間違い。えー、これは私が知ってるやつでございますけれども、これはあの一時期流行りましたね。はい、思い込んだらっていうね。込んだら。ね思い込んだらを弾いて星ひゆまがっていう、うん、歩いてる。これは。 えー、おお思い込んでしまったということでありますそれからもう一つ面白いのは日本の誤解の中で子供たちが昔の言葉遣いがわからずずっとそうだと信じていた仰げば尊し和菓子の恩、うん、これ誤解しちゃったっていう、えー、あどういうふうに誤解でしたっけ、えっと、和菓子の恩 <laughs> 和菓子じゃなくて和菓子和菓子の恩<ー>、ね、モナカとか金ツバとか <laughs> そういうもの <laughs> ね こういうふうにして、この誤解というのは聞き間違いもあるんでございまして、英語でもズバリ、モンディグリーンっていうね、レディー・モンディグリーンっていうのが、これ、聞き間違いの語源らしいですな。え、なんだそれえ、いや、これね、ちょっと面白いところでございますんで、え、明日、これ発表したいと思いますね。はい、武田哲也今朝の三枚ろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、まあこれ一種アメリカ、あ、米語の造語らしいんでありますが、はい、女流作家シルビア・ライトさんという方がいらっしゃいまして、この方が聞き間違えちゃった。はい、聞き間違えちゃった、その一節が、Lady him on the green.Lady him on the green. Him on the green 彼を草原に埋めたっていうのを、Lady Mondegreen。Mondegreen、うん、夫人と聞き間違えた。はい だから聞き間違いのことをレディー・モンディ・グリーンって言うんだってそうです、はいえー、まあしかし、文字を読んでそのなんかそのの誤解してしててままうっていうのはあります私、これ言われてびっくりしたんでありますが私もちょっとね、いろいろ糖尿病とかいろいろありますんで薬いっぱい飲んでおりますけれども薬の飲み方では食前、食後あともう一つが食感食感ってありますよね。えー 食感って食べてる間のことじゃなかったんだああ<ー>あのいわゆる漢方薬系の薬はあれ食感って書いてあるよなあ書いてありますなんかその手のやつがあったんだその漢方系で食感に飲んでくれだからそれは飯食いながら横に置いといて <laughs> 違うんだ食事と食事の間ですよね朝飯と昼飯の間で飲んでくれって言われはいですね あ俺、ご飯噛んでる間に飲めっていうのが、食感かなと思って。<laughs> そう間違えてる人はでも多いかもしれません。いや、俺、これもつ間違えした。えー、では、誤解はどのようにして生まれるのか、著者はそれを数式にしております。まず、聞き手の真意がある。まあ、聞き手の真意というものがある。インテンションで。それが情報によって、メッセージによって受け手に渡され、一つの見解、ビューを生む。この i イコール m イコール v ならば誤解は生じない。しかしこんな簡単に意図が伝わらない。そう簡単には意図が伝わらない。情報 m を受け取るときの個人の理解が、あー理解 u が大きく情報を歪ませるからであると。u をしっかりと統一すること。ここに統一がないとき v は絶対に重ならない。 この U を統一するための方法が微分思考。例えば、えー、システム効率化という難問に挑戦したトヨタは、そのシステムを、えー、細分化して観察し、効率化、トヨタ生産方式を生み出した。はい、どういうものか私もちょっと喋っててほとんど分かってないんですが。はい、とにかく、問題が巨大化、大きくなった時は、こんがらがった糸をほぐすように細分化して分割してほどいていく。 以下この著者西,西成さんはさすが大学の先生でずっとこの方程式にして延々と書いてあるんでありますがはっきり言って私もわかりません。え理数の理解力が私はほとんど劣っておりますもんですからこの本のページ44ページからページ97まで<は>ええ。 ししましたで分かるところの97ページから3枚下ろしまいりましょう暗黙の了解の多い日本の文化風土の場合その暗黙地を共有していない人はインテリジェンスメッセージ情報を正しく理解できなくなるから主語助詞の複雑さそして反対語の多さなど難しいよないい加減適当おめでとうよろしく、うん、これは「 あのコンテクスト文脈の中に置かないとはっきりしないんですこの言葉がそういうのがあのやっぱりいっぱいあるんですな、はい、あ,のあれですね意味の反転する言葉が日本の文化の中にはたくさんあるというこれは典型的なマッチ知ってるこれ<ー>あ<の>意味が反転する言葉。さん知らないかななな知らいあ結構な都市で コラントです。すみませんでした。ごめんなさい。なんだろう。京都でのと、都市伝説ではあるが。はい。長居して欲しくないお客。あんまり長くいて欲しくないなと思うお客さんには。あの必ず決まった用語がぶつけられるという。えっと。用語なんだっけ。ブブ付けでもどうですか。はい。ええ。それも早く行ってください。早く帰れって意味。それを。 ブブ漬けでもで、お茶漬けでも、もうい、あ,<ー>あの、お茶漬けでも食べて行かれませんかって言うというね。はい、食事を進めて、実はその真意は、早く帰ってくださいっていう、逆の言い方をする。ね。はい 人の認知プロセスはメッセージを聞くと短期記憶としては会話に入るが約30秒で消えてしまう。その中で特に刺激の強いものを繰り返されるものだけが長期記憶に転送されるので言葉だけでは言葉が伝わらないという国語。それが日本語である。ちょっと私も何言ってるかわかりませんが、とにかく日本語っちゃやや,やこしいっていうことでありますな。はい、えー。そのゆえか日本語には擬音とか擬態語が多く、キラキラとかギラギラ。うん からじっとじろじろなど言葉の輪郭をお受けてに正確に伝えようとする会話の手段があるということでありますなはいあ,あ何が言いたいんでしょうね私もよくわかりませんが <laughs> まあ日本語は難しいってことじゃなはいな日本語のズレっていうのは日本人の中でもあるんじゃないかなうんああ,あのほ本当に困るのは まるまる言葉を信じられるとすごい困る時ってあるよね。ああはいね<な>、うん、あのいつでも遊びに来いよって次の日に遊びに来られるとすごい社交辞令ですからね。そう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  <laughs> 面白いなその社交辞令とかね日本人のリップサービスってなあ時間いっぱいになってしまいましたねはいこの次また明日のマネーイタの上で武田哲也今朝の三枚おろし。 おは俺ねなんかいろいろ最近いろいろ勉強してんだけどこれまたいつかやろうかなと思うんだけど、はい、えっとあれ古池や川ず飛び込む水の音ってあるじゃない、うん、あの場所の、はい、ね歌あったけどさ、はい、俺らなんとなくまあ分かるわな、うん、あ,あさ英語に訳しても韓国語にあごめんなさい中国語に訳しても ニュアンス伝わらなああ、ね、訳すとそうでしょうね。なんかね「フロッグ・イントゥ・ダ・ウォーター」とかっていうのうんなんか物理の現象を見てるみたいな英語で言っちゃうと。うはい、で中国語に訳すとものすごくオーバーなのね。<ー>うん。「昇一旦弱虫の中水中に飛び込むの音と,とかって言うと <laughs> なんか忍術みたいなんか本当に。 あの古い池や買わず飛び込む水の音」というね、えー、あのわびさびが伝わらないんだよね我々聞いたらすぐねあこの静かな状況の中でっていう、うん、ちょっと音がしてまたっていうね音聞こえますもんね静けさっていうものをカエルが飛び込む水音で表現する音で静けさを表現するっていう,うんそんな国語ってないんだよね さあ、それでは行きましょうね。ええー、まあ、日本語のその特徴でありますが、例えばその一つで、ハロー効果っていうのがあるそうで。ハロー効果。うん。これは、あの、東大出身と聞けばすぐに優秀。うん,うん。これ、東大の方には悪いですけど、やっぱ東大卒業しても使い物にならんやつはいるんですわな。まあ、そりゃいます。ズバリね。はい。うん、だけど、やっぱりで東大と聞くとなんとなく、やっぱり、こう、優秀と。それから、弁護士と聞けば、うんうん つい信用してしてまう、ええ、だって日本人って血液型だけで性格が分かったような気になるという、はい、もう俺 B 型だから損ばっかしてるっていうとなんとなくね B 型は損なんだなというね、ええええ、それから、あのー、こう相対対評評価価と絶対評価を取り間違える<う>これどういうことかというと例えば「ドイツは鉄道が実に正確です」っていう。 これ、あの、言った人が、あの、言ってるんですが、やっぱりイライラするんだって。ドイツの鉄道って、あの、不正確で。<ー>この、ヨーロッドイツは鉄道が正確だっていう言い方は、イタリアなどに比べるとはるかに正確だということで、日本に比べるとドイツは不正確で、もう10分15分遅らせるって当たり前なんですって。はい。日本って、 1>, 1分遅れてもお詫びだもんね。そうですね。うん。すごいよな。だってあれ、カナさんあれテレビでなんかやってたけどすごいなと思うけど、あの、新幹線の運転手さんいるじゃん。はい、あれ風景でだいたい時速何キロか逆算できるんだってね。わかるんですかうん。<ー>何時何分にこのポイントをこの時間で過ぎたっていうのは、この、 新幹線は何時何分頃にどこ三島駅を通過するであろうとかって全部計算できるんだ、うん、そういう訓練をするそうですよ。日本っていうのは。うん,うん。そんな風にして、あの、なんかこう、相対評価と絶対評価が混乱しちゃってるんですね。はいえー、で、そのまあ対処法としては何でありますが、とにかく皆さん、 人の噂はいつも五分五分。うん、そんな風に覚えておいてください。あの、とにかく人の噂は五分五分。これが定理だそうであります。え。ある人が三人の人に噂を広げると二人は信じ、一人は信じない。はい、だい。大体噂っていうのはそれ、それぐらいの確率なんですね。その三人がさらに三人へ、その三人がまた三人へと繰り返し繰り返し噂をこう広げていく。そうすると噂を信じる人と信じない人が出てくる。 これが何台か伝わると綺麗にゴブゴブになるそうですよ。うん。うん、だから話半分と言いますが、まさ、はい、しく話半分ぐらいでちょうどいいんですね。うん、うん。あのあれの時もありませんでした。あの今年の8月の上旬ぐらいも台風がこうピタッと止まっちゃって、あ,ええ、あの朝鮮半島の脇かなんかにいるときにものすごい雨が。はい あの降ったりなんかその前もありましたよね。えー、だけどあの呼びかける言葉が大きいね。えー、例えば。えなんか命を失う危険性があるんで直ちに避難してくださいとか。あ,<ー>あ,あのあんなこと言っていいのかなと思ったんだけどちょ,ちょっとやっぱ最近大きい言葉が流行りですよね。 避難に関しては、三点一一以降、うん、なんか落ち着いてっていうよりも、まず命の安全を身を守ってくださいっていうふうにいう呼びかけるよっていうふうには言われてますけどね。不安な扱い方っていうのは一つの言葉じゃとても足りないよね。うん,うん、うん、とにかくこの続きまた明日のマネーたの上で。武田鉄也、今朝の三枚おろし。 おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷加奈です。さあ、誤解。そのご人が人を誤解してしまうというその誤解を徹底的に3枚におろしていこうという。えー、教科書は西成勝弘さんの誤解学でありますが、ちょっと言葉がだんだん、やっぱりこれ大博士なんで、言葉が難しくなりますが、こんなことをこの博士、西成博士は言っておりますな。えー、物理学でいうところの確率共鳴という現象がある。 例えば情報操作が行われている場合情報は一方的となりやすく有利と不利の情報が半々の場合は操作が行われていない。うん、これ最初自分で書いてて自分で読んでわからなかったんですが、はい、読み返すうちに何が言いたいのか分かるようになりました<え>、はい、今皆さんの身の回りにいっぱい情報があるじゃないですか。はいね で、その情報を皆さんが情報として受け取る場合に、その情報が、誰かがいじくった情報がある。うん、その情報が、そのい,いじくられた嘘なのか、それとも本当なのかを見分けるコツがありますよと、誤解しないために。はい。その、その方法がですね、えー、情報をいじくった場合がある場合は、情報が一方的になる。 うん,うんもう分かりやすく言うとだなはいあのー、まだあのー、予選が終わってないのに、うん、決勝リーグの話ばっかりしておりましたよねワールドカップの時ですかそうはっきり言えばそれはいみんながですかテレビでテレビでうん、うん、そそういう感じしなかったえー、そうそうでしたっけ決勝の話うん、うん 予選リーグの心配しないで、うん、その決勝リーグでどこと当たると得なのかって話ばっかりしてたよな。ああ、そういう情報はありましたね。それとアフリカのあの国には勝つんだと。で、南米のあの国と引き分けにしといて、ーヨーロッパの神話のあの国に、 まあ、引き分けか勝つかすればもう簡単に突破できるっていう。ところが実際やってみると、アフリカのあの国に負けちゃったもんだから大騒ぎが始まったっていう。ここの辺、あの、何が言いたいかっていうと、有利なら有利ばっかりの情報を流してるとき、この情報はいじられてる、あの、あれがあるぞと。とはあ はい、手垢がついてる情報で誰かが操作してるぞと。うん、で、有利と不利が両方あなたの耳に届いた場合、この情報は、ま、信じてもいいんじゃないのっていう。うん、そういうところって情報にはありますよね。うん、うんな。なんていうのかな。噂とかノイズ、雑音が混じっている。はい。そうすると意外とこれ信用できるぞっていう。うん。あの、 あんまりにも綺麗な、見事な情報って信用できないよっていう。うあごめんなさい。これもう、例えた方が分かりやすいから、例えちゃうね。はい。その例えが外れたらごめんなさいね。一番最初私は、その、サムライブルーに関して、あまりにも予選から舐めすぎてたんじゃないのっていう。誰か一人頑張って、いや、日本ダメだよっていう情報があった方がクールになれたんじゃないか。うん。なんかこう、情報が流れるときに、それが、 なんかこう雑音とかノイズとかが入ってるんだったらば信用してもいいけどあんまりにも分かりやすい情報だったらばちょっとそれ誰かいじってんじゃねえのっていうこれ最近接した覚えないん最近俺これおかしいなと思ったかカーナさんなんだろう上海のあのあのなんかあの 食品工場の原材料の工場、えー、ちょっとあれセリフにしても映像にしても、うん、隠しカメラの割には綺麗に映りすぎてると思わないあの期限切れの問題ですねうんあれもう一つ何か裏があるんじゃないの,あのいやよくこの人ここまで答えてここまで未オープンにしちゃうなっていう。 社 M 社の人がやってきたとき、俺たちはここを見せるけど、帰っちゃうと平気だよって、ほらほら、今出てきたろ、それは上海のあるテレビ局の人に喋ってるわけだろ、ちょっと正確すぎるでしょう、ノイズが少なすぎるでしょう、カ<ー>メラもぶれてないし、はい、手を拭いて、いじってる人の手に、ズームするんだぜ、あれ。うん、あれ、隠しカメラですよね。 だからあの情報ってもう一つ何か裏があるんじゃないかなと思うんだうん、はい、そんなふうにしてこう誤解というものは不思議なものでこのもともとしやすい割に意外とこのいじられやすいんで気をつけましょうということでさらに明日誤解の研究を続けましょう武田鉄矢「今朝の三枚おろし」 おはようございます武田哲也です。おはようございます水谷香菜です、えー。誤解学というのを三枚に降ろしております西成勝弘博,博士のまあ著作でございますな、ね。はい、この人はやっぱねちょっと数学系の方ですね。<ー>誤解をね見事にこう数式にしてらっしゃるんですがね。はい、はっきり言ってちっとん面白くなくてねそこのところがね。<laughs> 難しそうですね。うん、難しいんだな、えー。生まれた誤解に対してどう向き合うか。 著者西成博士はこんなことを言っておきます誤解に対する態度これは3つあるまずは誤解を解きたい2つ目ダメだと思い関係を終わらせる3つ目放っておくさすが理屈っぽい方ですねその1 2三の分かりやすい態度これにも科学的な名前をつけてます1番収束型2番発散型3番中立型でこっからこの方 全部これいちいち方程式にしてあるんですよ、えー、どうやって感じすんだよこれはやめますちょっと私もええで誤解を解消するにはもう莫大なエネルギーが必要であるとでそうすると逆にストレスがどんどん増すと確かに私も今経験しておりますがいつでも経験しておりますが誤解というのはとこうと思うとエネルギーいりますなはい 俺はなんかね自分でラジオの声聞くために俺なんか声だけ聞いてと態度でかい男に聞こえるような <laughs> 俺そうですかね日本中で誤解してる人いるなと思うな俺本当に気が弱い <laughs> もう本当言葉朝から何でありますか飲みの菌」とかって言われるようなね <laughs> 本当にあに男なんですけど今日は、はい、なんかね声の質がね偉そうなんだよね だからいっぱい <laughs> 一歩まかり間違えと真っ先に暗殺されるタイプですよね本当 <laughs> そう思う時ある <laughs> 自分の声聞きながら。<laughs> うん、で最近ちょっと良くなったって思うのは年取ってきて舌の周りが悪くなったり <laughs> それからあの言葉に詰まったり。 咳込みそうになったりする、えー、カレーのせいで、はい、そうすると真実味が増して前よりちょっと良 <laughs> さそうなやっぱりバリバリ喋るやつって嫌われるよな <laughs> まあ変にエネルギーのある人っていますよね喋り方にな、えー、そういう人たちって悪い方に誤解されやすいよね,まんまんねという人もいるかもしれませんねおなこれな最近誰の声が好きなのかな かんさんじゅんさんとかどうですかかんさんいいねなんか耳たぶ噛むみたい穏やかにね喋られる非常に美しい感じてかたありませんっていうかんさん俺会ったことあるいい男だああの人はあの日本名はてっちゃんって言うんだよなあそうなんですかあ日本名はまるまるてなんで近所の人のニックネームがてっちゃんなんで俺に対してはすごいね てっちゃん同士で。うん。で、同じ九州アイランドじゃん。んで、お母さんも苦労人だし、お互いね、えーうん。すごい気があったことがあるんですけど。はい、でも、あなた、声はいいね。えー、まあ、いいや。はい、とにかく、はい。あ、鼻筋を本筋に、あのー、戻しましょう。はい、さあ、西成先生はどうおっしゃっているかと言いますと、誤解を解くのは大変であると。ね。 で、まあ、一番手っ取り早い方法が誤解している相手と共通する事項を、つまり、こんがらがっている糸目まではまっすぐなのだと確認し合い、二人で糸目を広げていく。これはわかりやすいね。最近釣りやるから。えー、広げていくー釣り糸がこんがらがった時、0.05ミ、mm、リぐらいの細いやつがこんがらがった時、どうするかっていうと、あの、あれ、こんがらがったとこ広げていくんだ<ー>広げていくと意外とほどけたりなんかするんですよ。はい。 具体的にどうしていいのかわからないんだけど、ほどくっていうのは、なんか、こう、ほぐして広げていくっていう方法は、なんとなく、わかるな。うん。あえー、この方はですね、諦めが肝心であると、簡単におっしゃってますね。うん、で、えー、その、諦めに、諦め方に素敵な工夫があると。この方法を、いや、学者さんですから、名前をつけて、バックキャストっておっしゃってますね。 理想と現実の差を突き詰めて問題を炙り出していくフォアキャスト型に対してバックキャスト型。そういう、この、あれですね、方法論を語っていらっしゃいます。まず、二人の将来像、こんがらがってる二人の将来像を描こう。自分がほっとしたり生活、危機として生活している未来を想像しよう。誤解がストレスだとしても、誤解が息苦しい時でも、5年先の自分を仮定したら、 なんとなくほっとできる。そのことを考えて今この誤解をもう一回考えていこう。一年先のことを考えるとやっぱ誤解を早く解こうと力む。三年ではやっぱちょっと急いでしまう。だから5年先。5年先を目指してその誤解を解く努力を続けましょう。5年、その誤解の。 そのここんがらかったととろををく努力をするという長いスパンで考えなくちゃいけないです、ね。長いスパンで考えた方がいいと。やっぱり人間、ちょっとことを急ぐとかなりまた、本当にそうだな。釣り糸の時でも、急ぐとろくなことはないな。はい、とにかく、ゆったりとこんがらかったところを広げていくというね。うえこういう方法、いかがでございましょうか。はい。来週もちょっとこの誤解学、続けさせていただこうというふうに思います。この続きまた来週のモナいタの上で。